でも安田さんの近くに行くと安田さん。登山悪くないから登山もうちょっと練習しよう。何度倒れたって立ち上がる。どっちも意外となんかさ、ベスト500とかだとたまに使われてんだよな。俺の音を聞かせてやろう。まあそれも普通に私のそばにいれば安全だよ。ここだよ割と俺と強いしな、結局俺が強かったら俺が強い。あとはまあ機動力あって瞬間火力もまあ普通にあるから。そう考えたら前世紀にバンバンバタしてくれば、それでワンパンになったんだよ。そうもな。俺が一人でシグマと撃ち合ったら間に中で何が起きてんの。目標がアクティブになりました。何度倒れたって立ち上がる。一人で撃ち合った今向かってますよ。邪魔になるよ。死ぬ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 。今日跳ね抜けていきましょう。いや、待った。タンクとのタイマーにカットする。我々は平凡を移動する。後で塗装の朝だ。悪いことだなって。考えた。燃えてきました。どうしてた。いやだってうわこいつ荷物だわって思われた。バナンかどっち。こちらで治療するという。だけど我慢ってない。攻撃されかけ。全ては我が意志の。
のままに。何が何時をもありがたい。スコアが1対0。めっちゃ上に黒い物体が上がっていくような気がしたけど、何の姿かと知らないから気のせいだな。画面内のあれと区別がつかんのか、髪の毛。いたわ、いたいたいた。宇宙インターステラーが潔白。潔白なものなどない。心を癒そう。嫌味的になるのはやめてくれ。だけウルト溜まってんの。私は歓喜に満ちている。
俺のメダルに入れる。そんな音はない。バラバラになりなさい。影、お前の本気、自分が大した正確さがする。今お前が悪いよ。ドゾン強くね。ドゾン刺さってるか、頑張ってた。めっちゃリザルト出てる。これか。これだけで。まあこれだろうなと思ったけど、プレイオフザゲーム。